維人国造は、後の両政国のカズサ国派入軍、現在の千葉県茂原市の一部と朝鮮軍庁、南町及び六沢町の一部を支配した国の宮津子。維人三宅設置以前は恵比寿軍も支配していたと考えられている。表記については、仙台旧事本義、国造本義と日本書記は維人国造とするが、古事記は維人無国造とする。仙台旧事本義 国造本理によれば、政務天皇のお世に、安房国造添いもとど命の孫の井おのれ、ともとめじかを、伊人国造に定められたとされる。また、古事記では、天皇棒非の命の子立て平取り命を、伊人国造の祖とする。東国諸国づくり系図では、伊おのれともとめじかの父を皇国造の祖、賢吾教秘命としている。伊人氏。伊人国造は、 泉川及び一宮川流域を支配していたと見られ、長南町域には、ノーマンジ古墳や油戸の一号墳といった四世紀代の大型前方公園墳があり、古墳時代前期における主張勢力の存在を伺わせる。しかし五世紀以降は、大型前方公園墳の築造は認められない。また、これらの古墳の築造者を、偉人国造とし、 数作国一宮の玉前神社との関連があると見る、説もある。日本書記には、偉人三宅県上の記事があり、安寛天皇元年4月1日上によれば、内禅京の柏で野大麻呂は、偉人国造に、新寺の剣王を命じたが、期限に遅れたため捕獲しようとしたところ、国造偉人枠後は、春日山田皇后の神殿に逃げ隠れた。皇后は驚き失神したためより、 罪が重くなり、枠後は、食材のためカスガ山田小号に、偉人三宅を建上し、これが、後の恵比寿郡であるという。今はかつて、軍都市とあるので、広大な三宅であり、その領域は恵比寿郡のみならず、北の羽生郡や長良郡にも及んでいたと推定される。この、日本初期の記述をそのまま信じるわけにはいかないが、広大の、日本三大実録上岸9年4月20日上に、 エビス軍のカスカベジカ黒主売りの名が見えるので、三宅が置かれたことは、史実とみなされている。こうした三宅の設置には、地方豪族の支配領域に直轄領を、くさびのように打ち込み、勢力を伸長させる、山王権のあり方を見ることができる。6世紀には、カスが山田皇后の外籍である和西氏の一族武者国像も、北東の九十九里浜中央に進出したとされ、 俗日本語記、上和2年3月16日上には、安官天皇の他の日拓姫の父物部木蓮氏の弟正治の皇訓による捜査軍剣軍に関する記事があり、古墳時代中高期のこの地域の主張勢力の衰退を反映している可能性がある。数作2一宮の玉前神社と見られる。県平鳥居の力、伊予のれとと目じ下の系譜を以下に示す。ありがとうございます。